天気と電車。今ここは鎌蓋遺跡公園というところから天気と電車をやっていきます。で、今見えてるところが、上が北陸新幹線上越妙高駅、下が妙高羽生マライン。の電車になっております。で、周りがこんな感じになっております。で、ここに駅の近くにホテルがあり、で、駅周辺には温泉もあり、食べ物もあり、駐車場もあり、結構できてます。ここが遺跡が出たらしいです。あまり詳しくないんですけど。で、これが公園です。結構何もない感じの広々した公園になっております。こんな感じです。向こうに妙高山があまり自分も山とかはあまり詳しくないんでわかんないんですけど、あって、今は霧ってて、わかりづらいです。山が見え、天気良ければ山が思いっきり雪景色と紅葉景色が見れてました。で、こっちの向いてる方向が春日山行ったり直江って行ったり、日本海が日本海の方向です。海では本当に天気良い時だと佐渡見えたりとかしていますので、で、これが最近なのかな、最近できたマンションです。結構高いです。で、周りはこんな感じです。この、上越妙高駅周辺はいろんなものができてきて、結構食べ物屋が結構多い感じしますね。で、ここから駅の反対側にあるホテルがアパホテルです。あそこにもホテルがあります。で、レンタカー屋さんが後ろに一つで前に三つですかねがあり、結構いろいろできてきてますね。で、今の天気は雨が降ってます。
で、そうこうしてるうちに電車が来ますね。電車が来ました。こんな感じですね。で、この後に近くで撮った電車もあるんで、最後までご覧ください。その前にここの気温と風速を測りたいと思います。風速が1メーター、風速1メーターの気温が 10.2 で10度ですね。1メーターの風速が、1メーターの気温が10度です。近くの電車も撮ったんで、最後まで見てください。はい、上越妙高駅の近くで電車見えたんで、電車も撮ろうかと思い駅の近くに来ました。電車もそろっとこれから出発し、妙高高原駅方面に向けて行きますね。今動きました。間近で見ると結構迫力ありますね、電車って。おしまい。また明日。